なんだ、今朝はなかった人だかりができているな。あれ、あそこにいるのってもしかして。レディース&ジェントルメン、来月公開パーフェクトドライバーゼロとマキシマムエナジーのコラボイベントが開催中です。ここサルバッドには映画にも出演する Z1 の2大スターマクシム選手とアスラン選手が来てくれました。こんにちは、僕の天使たち、この日を楽しみにしていたよ。僕も呼んでもらえて光栄です。今日は一日よろしくお願いします。ケビンさん、今日も調査して回ってるみたいね。ああ、昨日頼まれてた調べ物が終わってな。ベガスフィルム方面まで来てくれるか。駅のテラスで話させてもらうぜ。
品だ。見ていってくれ。
どれどれ。
寄っていってくれ。よかったら見てってね。
発動。気合を入れろ。攻勢に転じるぞ。行くぞ。このまま押すと耐えられるかね。振り注げブルドガング。お返しだ。お返しだ。敵は取るで。9大点だろう。報酬ゲットね。ようこそ、いらっしゃいませ。
来てる。しっかりしろ。ロンさん、私あなたのことちゃんと守れた。ああ、かすり傷一つないさ。よかった。前に約束したでしょ、ロンさんがみんなを守る人なら私がロンさんを守るって。覚えてる、覚えてるとも。だからそれ以上喋るな。おい、こっちだ。ここに重傷者がいる。ロンさんの腕の中暖かいな。これなら私何も怖くないよ。Thank you.
うるさいわよ、そこのネギ神父。何を気安く話しかけているのかしら。何よこれ、すごく美味しいじゃない。高貴なるローゼンベルク人形である私にふさわしい飲み物と言えるわね。ほら、もっとたくさんよこしなさい。私はやれる。何のためらいもなく。何せ私は
ルーファス・アルバレアだから。そして人ではない彼女もまた完遂できるという考えも変わらない。だが主は彼女であり、私はあくまで従者だ。従者は主の命に従うのが当然。それは念頭に置いておいてくれたまえ。こちらこそよしなに。ルーファス、ケビン、あれ、私何して。おはよう。お腹すいた。やれやれ、元に戻ったか。アルテラも割と面白かったんやけど。ならばちょうどよかった。実は念のため先ほどの性格データをホローとしてバックアップしていてね。せっかくだから今後も利用させてもらうとしようか。さらっと言うとるけど、いつの間にちゃっかりしすぎやろ。
なあ、一ついいか。そういうあんたはパートナーに許されて新しい道を見つけられたのに、今はそのあり方を捨てようとしているんだな。いや、分かってるはずだ。一時的になんてそう簡単に行くわけがない。もしかしてだが、さっきみたいに気にかけてくれたり誓いを尊重してくれたのも、そうか。なら助言と配慮だけ素直に受け取らせてもらうさ。今更かもしれないが、改めてあんたとなら分かり合える、そんな気がする。まあ言わんとすることは分かるで。とはいえ、お互い譲れんところもある。それでもよければ、まあ改めてよろしくと言っておこうか。ああ、こちらこそよろしくだ、ケビン。
まあ考えてみりゃ君の言う通りや。結局のところ俺は影の国であったことを繰り返すのが申し訳ないと思っただけかもしれへん。実際あいつはそない嫌わでも単純でもない戻って報告したらどやされるやろな。やっぱりそうなんだ。まあ分かればよろしい。せいぜい素直に謝っていいもの食わせてやるといいのだ。えいえいっとさすがに女心のこととなりゃ俺もかなわへんな。まあそれとは別に進展くらい向こうも望んでると思うけどね。せっかくの機会なんだし謝るついでに期待に応えてあげちゃったら。だから君はどこまで。ああもうそれはそれやって。ネギ神父さんの覚悟の一端見せてもらったけど、この先どうなるにせよなあちゃんたちなりに最後まで関わらせてもらおうかな。